ときめきメモリアル続きやっていきましょう。前回お城デートをしたんですけど、りょうたと。今日もね、りょうたとお城デートに参ります。バカなのかな？このぐらいでいいかな？これでいこう。ワンピース、真っ白ワンピース。りょうたくん遅いな。あ、りょうたくん。遅れてきたんかーい。大丈夫だったか？いいよ。うん、平気だよ。よかった。たく、何やってんだよな、俺。あんなに前もって準備してたのにさ。そんなに城行くの楽しみか。先週も言ったんやぞ。そうなんだ。そりゃ、まあ、お前との約束だし。すごいな、もう亮太が出るしかないな。早く行こうぜ。はい、行こうぜ。遅れた分取り戻さないとな。最近怒られんけん安心しとよね。スキンシップも。手つなぐか。選択肢もそこまで怒られることがないから。いいな。ん？お前はやっぱりこっち系がいい。あ、白ね。知ってるよ。ああ、文句のつけどころなし。満点だ。ありがとう。ふふ、この服着てきてよかった。俺にとってはさ、お墓参りみたいなもん。先週も聞いた。ご先祖様にご挨拶だね。さ、どういう順路で見るか。さあ、先週展示コーナー行ったから。いや、まあ一日で全部回れよと思うけど、まあ天守閣行こっか、今回は。階段急だから気をつけろよ。り。うん、ありがとう。ん？いっぱい登ってやるぜ、階段。言っておくけど。うん。もう話す気ないから。はい、行こうね。羽ばたき城の城主は、どんな気持ちでここに立ってたのかな。これね、確か、本当に初めてのデートでここ来たよね。で、なんか若様って呼ばれるのも、ここの、先祖が殿やったんかみたいな感じやったもんね。なんて言ってんのこれ。天下って。亮太くんはどんな気持ち？隣にいるつかみどころのないやつは、今何考えてんのかなって。違う、殿はそんなこと考えろ。国民の気持ちを考えろ。まあまあかな。よくわかんないね、君。周りの気持ちを考えな。今の、気のせいだよな。気のせいだよ。もう時間切れか。うん。けど、俺は充電完了。ありがとな。いいえ、これからツンツクツンあるのかな。あれ、毎回すんのかなって正直思ってんだけど。繋いで帰るか。そうする。まだ時間大丈夫か。うん。大丈夫だよ。なら、ちょっと寄り道だ。寄り道だ。ほんとか、それ。ん？どうなの？この辺ずーって。手貸せよ。うん。これで安心だろ。優しいね。なんか最近声が優しいね。出た。お前の手も俺の手も大きくなったな。いやでもこのツンツクツンモードの後の会話が気になるからね。待てって言ってるだろ。こーら、やめとけ。もうダメだって。おい、もうそこまでだって。うん、すいませんでした、本当に。いや本当に私は無言でポコ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 やってるけん楽しいは楽しいんやけど、みんなどういう気持ちで見とんやろこれ。ごめんね、もうやめてるよ。俺おかしくなったのかもな。まだお前の手の感覚が。まあ出会った頃から君はおかしかったけどね。どうしてくれんだよ。たく。ごめんね、りょうたくん大丈夫かな。どんどん頭がおかしくなっていくな。はしゃぎ疲れたんかな。誰かさんのせいで、うん、こっちまで、はしゃぎ疲れました。うん、オッケー、いつも通りでよかった。うん、じゃあ魅力を上げよう。せい、頑張るぞ。ストレスが上がってきましたね。どうしよっかな。あ、いっくんだ。いっくんはあんまり怖いから一緒に帰ろう。いっくん。いっくん怒ってない？俺に何か用？うん。今日一緒に帰らない？うん、いいよ。よかった。今日は用事もないしね。よかったよかった。よかった。それじゃあ行こう。もうすぐ期末テストだね。君そういえばずっと1位取り続けてるね。そうだね。余裕だね。そんなことないよ。うん。今回の試験範囲もどこか知らないし。え、そうなの？え？だって俺、教科書はもらったその日に読み切っちゃうから。怖っ。そんなやついんの？その後は試験範囲とか関係なく、興味のある部分しか読まないんだ。マジで？
もう次元が違うみたい。うん。だ意味がわからない。何こいつ。やっぱときメモって基本的にあなんか頭おかしいやつの集まりなんかもしれんな。ちょっとハバチャしとくか。ハバチャ。イェイ。で、まだ行楽がいいよな。行楽がいいときはしておきたいね。ストレス上がってしまってるけど、まだいける、まだいけるわ。いらっしゃいませー。え、ひむろくん？どうしたん？似合わんよ、こういうお店は。どうしたん？何？ん？来ちゃいけない。いや、そんなことないけど。うん、ゆっくりしていて。別に。買い物したら帰るし。何買うの？あそこ、うさぎの人形さんとかあるけど、どうかな？うん、ここ、うん、もしかして女性向け。そうやからなんかどうなんかなって一生思ったんやけど、大丈夫、いっくんとか先生も来るよ。線引きはしてないけど、そういった雑貨が多いかな。どう、かわいいの好き？何か探してるの？いや、いい、また今度来るから。5歳児。ん、本当に買い物だったのかな。かわいい、かわいいな、あの子本当に。そういえば、羽ばたき山動物園のワンニャンハウスがリニューアルオープンしたんだっけ？ワンニャンハウス？何それ？あ、かわいい。うわ、うわ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 。ワンちゃんと猫ちゃんがいっぱい。うふ、どの子もかわいいな。うわ、うわ、全員かわいい。あのさ、猫のさ、キャットタワーの上から2番目の子めっちゃ可愛いんやけど、デブで。え、一番向こうでだらけとも可愛いな。柴犬と、あのコーギーも可愛いな。お尻こっち向けてんの。うわ、全員可愛い。あ、どうしよう。あ、外にもおる。うわ、全員可愛い。ん？あれ？みんなこっちに寄ってきた。おー、猫さん、わーの、わーちゃん。わー。あ、ここずっといたいな。あー、動物好きにはたまらない空間だったな。で、いけない。ついまったりしちゃったけど、ここの魅力をみんなに伝えないと。どうしよう、ワンニャンハウス、来たいけど、未だに、りょうたと動物をつなげたことがないよね。うん、できた。まあ、こんなもんだよね。それじゃ、送信、ワンニャン。ぜひお願いしたいです。え、頼めますか？あれ？何してんの？楽しくか？でもさ、うわ、そんな面白いものはないと思うけどな。うわ、やめとけって、やめとけって。矢之助くんと涼太くん何してるの？ああ、何って、ヒイラギがさ、うん、おじいちゃんの店の蔵が見たいらしい。ああ、なるほど。はい、風間家の蔵には博物館級の品もあるとお聞きしました。あ、それいいな、私も見たい。そっか、涼太くんのお家は由緒正しい家柄だもんね。まあな、お前たちが言うと嫌味に聞こえないのが不思議だ。せやろ、バカ二人だから。え、なぜ嫌味に？よく言えば純粋。うん、お前たちに似たところがあるって初めて知ったよ。似たとこだらけだよ、バカだし。え、あなたと僕が？うん、似てるよね。わかったよ、おじいちゃんに頼んでみる。じゃな。ってことは亮太結構矢之助くんのこと好きなのかな。ありがとうございます。確かにね。ああ、でも見栄えするものは大体寄贈しちゃってるぜ。いいんです、何かインスピレーションをいただけるだけで。わ、楽しそう。では行きたい。僕も行きますね。うん、バイバイ。ワンニャンハウス興味ある？インスピレーション、矢之助くん新しい演劇のヒントを探しているのかも。そうやね、羽ばたき師にちなんだものをしたいって言ってたもんね。ってなると相性はいいかもな、あの二人。ワンニャンワンニャン、うわ、ワンニャン、ワンニャン、行きたい、ワンニャン。うわ、出た。そっか、夏になるからいっぱい出た。花火は絶対行く。海デート、海行ったことないよな。ってことはもうそろそろ水着ちゃんと買って、水着をどっかでちゃんと買って海に誘うっていうのありかもしれんな。ちょっと今回は控
カルに電話かけて、情報聞いておこう。もう爆弾男いないよね。満足です。あ、でもなんか矢之介くん大きくなってきたな。あ、でもなんか、あ、ってなるとみちると遊びたいな、もうちょっと。なんでちょっとでかいの？このマリーガーデンに関しては私よくわかってないんやけど。心のお庭だね。心のお庭だよ。そうやんね。そんなにがっつりがっつり来てるわけではないけど、あんまり近づきすぎてもっていう感じはするんだなぁ。あったね。寝よ。寝よ寝よ。今日寝る寝る。もう寝る。明日がテストだから寝る。今テスト頑張ろ。テスト頑張ろ。語学はいい出来かも。2日目は数学。いい出来かも。いいね。あんまりうーんってなることがなくなったけん。それは良かったわ。芸術。バッチリ。芸術は得意だよね、君ずっと。そういうとこがな、いい出来かも。ちょっと味村っぽいんだよな。テストの結果が張り出されてるみたい。矢之助は？矢之助。あいつ勉強しとった。あ、めっちゃ上がってない。芸術100点取っとら。あ、でも、いい感じ、いい感じ。え、めっちゃ上がってきたんやけど。いいね。優秀さんじゃないか。まあ、こんなもんかな。満足だ。やっほー、マリー。やっほー。ヒカル、見てくれた成績。順位表なんか見てないでさ。見て見て、上がったの。向こうでおしゃべりしよう。しようしよう。もう少し勉強頑張、まだ頑張るの？まだ頑張らないといけないの？ある。あ、白あるぞ、白。オッケーオッケー。バッチリじゃないか。買っておこう。水着買った。で、海誘う。で、ありがとう。せっかくいろいろできるんであれば、他も見に行きたいな。ありがとうございました。はい、また来ます。いいね。今回ちゃんとお買い物できた。あれ？流行を抑えればバッチリだよ。まだ出てくるんや。そう。私たち姉妹のコラムに、今流行りのアイテムが書いてあるから、チェックしてみて。わかった。流行りのものを身につけることで、おしゃれはどんどんレベルアップするから。ね。わかった。また見とくね。なんか前、結構上限まで行ったからもう出てこんのかと思ってた。コラム？ブラウンサングラスね。ブラウンサングラス。多分こういうのラッキーアイテムみたいな、ハッピー、トレンドとかハッピーアイテムを身につければ、いろいろ効率が良くなるというか、そうなるんよね。記者活動しとくか。ん？もう。何？あ、りょうたくんどうしたの？ちょっと質問。はい。今度の日曜、空いてるか？空いてる。空いてるよ。海行く？だったら公園通り歩こうぜ。あ、いいよ。行こう行こう。了解。待ち合わせはどうする？待ち合わせはね、公園入り口でどうかな。まあ俺たちならどこにいても会えそうだけどな。な、いつも同じ会話してんな君ら。そうだな。うん。すぐ会えた方がいい。せっかくのデートだもんな。そうだね。じゃあ楽しみにしてます。ありがとうございます。りょうたくんとデート、ちょっとドキドキしちゃうな。今年は海にも誘ってやるからな。海と花火どっちも行くからな。ん？あ、そういえば。氷室くんの誕生日、買いに行こう。夏っぽいな、確かにあの子は。何がいいんやろ？ 5 歳児が喜ぶもんか。ミサンガフード、あ、絶対これサンリッチやもんね。ベジタリアンになるために。サンリッチ、サンリッチ。これでプレゼントはオッケー。よし、頑張って渡すぞ。氷室くん。ああ、君か。君って何？先輩って呼んで。今日誕生日でしょ。だからはい、プレゼントを。わざわざどうも、はい、じゃあ遠慮なくもらう。かわいいな君。ほんといつも思うけどかわいいな。よかったら開けてみて。これ、あ、喜ぶぞ。5歳児喜ぶぞ。どうかな。エクセレント。あー、かわいい。趣味ぴったり。どうしよう、めっちゃこいつかわいいんやけど。
エクセレント言えたね。英語覚えたね。本当？やった。これ結構考えたでしょ。どうもありがとう。うん、サンリッチやったから喜ぶかなと思って。すごく喜んでもらえたみたい。よかった。バイバイ。わ、氷室少年かわいいぜ。あ、りょうたくんだ。屋上に行くみたい。え、何すんの？飛び降りるん？うん。問題なくやってる。あ、え、お父さんとかかな？え、誰かと話してる？え、聞いていいんかな？モクスン今、え、どうしよう？うわ。こっちでの時間は有効に使いたいから。うわ。心配ないよ。うわ、多分これお父さんっぽいな。あ、なんかお父さんっぽい。おじいちゃんの店で勉強させてもらってる。うん、めっちゃ覗いてるモクス。そっちじゃ経験できないこと多いし。うん。いや、父さんみたいには、なれないと思う。俺。モクスン絶対聞いたらいかん話やけん、どっか行こう。立ち行きなんていけないんだけど、りょうたくん誰と話してるか気になる、多分パパ。あー誰だバカ。隠れるんだ、ちゃんと隠れる。お前、俺のことつけてんの？違う。神出鬼没なやつ。違うんです。ごめん、姿が見えたからつい。つけてきた、と。はい。もう、りょうたくん大丈夫？電話深刻そうだったよね。聞いちゃった。そこまで俺を張り込んで、お前はやり手の刑事か？はい。何も悪いことはしてないぞ、俺は。うん。どうかな？嫌味な客だからな、お前は。そんなんじゃないってば。気にすんな。ちょっと両親が恋しくなったの。あ、そうなんや。かっこ悪いこと言わすなよ。あ、ちゃんとお父さんとは仲いいんやね。よかったよかった。りょうたくん。なんやねん。そこで終わらすなよ、気になるから。ん、じゃあデート参りまーす。なんか公園歩くよ、みたいなことを言ってたよね。もう夏だからね。まあ、これでいっか。ウルトラキュート作れたし。さあ、公園に参ろう。久々やね。ちょっと早く着いちゃったかな。出た。まあ、来るの早いね。うん、けど、お前もそうじゃんって、そういうことにしとこうぜ、みたいなやつやろ。じゃあ、同じ理由ってことにしとこう。はい。何回やったかな、これ。このやりとり。せい。手つなぐか。はーい。うん。ホームシックも大丈夫か？お前はやっぱりこっち系がいい。うん、聞いた、それ。ああ、文句のつけどころなし。うん。この服着てきてよかった。いい買い物できるといいな。そうやね、変なこと言わんといてね、もう。お小遣いと相談だね。ん？もういらんこと言わないでね。お前の手、こんな小さかったんだな。浮かれてるな、今日もあるな、多分。ツンツクツン。あ！な、チモンだ。これはどうだ？お前にぴったりじゃん。わかったんやもん。これに書いてお前はもう嘘しかついてないと。似合いませんだよな。でも、これ来たお前も見てみたいけどな。お前自分のさ、アルバイト先でそんなこと言うなよ。変な商品あるぞっていうこと。やったね、バッチリ好印象。どうした？やめとくよ、あんまり。店長見つかったら怒られるぞ。言っておくけど。うん。もう話す気ないから。職場やけんやめて。お願い。俺たち、やっぱり相性いいんだな。うん。よーく分かったよ。そらよかった。どうした？そろそろさ、繋いでアフターデート、どっか行きたいんやけど。まだ時間大丈夫。ホタルとかあったやろ。大丈夫だよ。なら、ちょっと寄り道だ。うん。スキンシップするぞ。おら！俺はもう話す気はないよ。怖い怖い。待てって。待てって言ってるだろ。こら、やめとけ。もうダメだって。おい、もうそこまでだって。すいませんでした。ホームシックとか言ってたから。もうやめてるよ。俺、おかしくなったのかもな。まだお前の手の感覚が。もうこれやりすぎてもうボキャブラリーなくなってるやないか。どうしてくれんだよ。すいませんでした。たく。はい、帰ります。りょうたくん大丈夫かな？頭おかしくなったのかな？来るぞ。はしゃぎ疲れたメール来るぞ。誰かさんのせいで、こっちまではしゃぎ疲れました。はい。これ多分同じメールいっぱい来たやろな。あ、でも休みやから、りょうたを海に誘いたいし、
花火にも行きたい。一回海誘うか、あいつ。ヨタ君、海行こう。もしもし。あ、それ好き。あ、りょうたくん、今ちょっといい？いいに決まってる。なんだよ。海。あのね、あのね、どうしよっかな。来週行けるかな、あいつ。早いけど。でも夏休み入ってるもんな。海行こう。1月23日に海泳ぎに行かない？その日だけダメだ。キャンセルできればしたいんだけどさ。うん。そうもいかない。わかった。ごめんな。矢之助の日だ。私の方こそ。じゃあまたね。あ、誰か他の。いや。他の？次は絶対行こうな。あ、ってことは矢之助を誘っていいって捉えていいんかな？いや、怒られるな。じゃあ、この一週間はどうしよっかな。勉強運がいいので、一回うちは持たせてもらって、うん。今はここやろ。もう一回ここになったら花火誘うわ。花火誘うようにして、じゃあ、勉強しとこう。ん？誰だ？もしもーし。は、何？どうしたんですか？来週の日曜に課外授業やるぞ。暇なら出てこい。だよなそれが健全な高校生だよ。すいません、いつか行きます、いつか行きますよ。じゃあな。すいません、行った方が良かったかな。どうやってあげようかな。運動をあげたいね。そういえば、りょうたくん、この間屋上で電話してたよね。多分ご両親と。思い出すな、そんなこと。深刻な話みたいだったな。ん？りょうたくんからだ。もしもし、りょうたくん。すごい、今私もりょうたくんのこと考えてたところ、そういうこと言うな、もくさん。そっか。ほら。俺たち昔からそういうとこあるもんな。喜ぶぞ。な、今からうちにランチ食べに来よう。え？え、忙しいって言ってなかった、自分。え、うち？え？たっぷり作ってお待ちしてまーす。お前何してんの？え？え、なんか予定ある気に断せなかったっけ？しかも有無を言わさず行くんや。え、家行っていいの？おじいちゃんいるかな？いらっしゃいませ。お前忙しいって言ってなかった？え？急だからびっくりしたよ。でも食べに来たんだろ？来たけど。ほら来いよ。仕上げはこれからだ。え？家行っていいの？ちょっと緊張する気やめてよ。やめてよ。うわ、もう小道かよ。あ、りょうたくんお料理も上手なんだね。何それ、リンゴ炒めてんの？向こうにいる時ランチでよく食べてたやつ、へえ。ソーセージ、ベーコン、マッシュルーム、卵、ベイクドビーンズに焼いたトマト、もちろんフィッシュフライもな。お腹減ってきた、全部好き。卵使った料理大体うまいからな。美味しそう。日本食メインだったけど、うん、こういうのも結構食べた。俺はどっちも嫌いじゃないよ。バチクソにかっこいいな、お前。何これ。うわ、腹立つわ。もし選べって言われたら、うん、え、ま、食べてから考えるか。え、なんなん自分、忙しいって言ってなかった？何しとん。今日はごちそうさまでした。呼んでくれてありがとう。こっちもありがとな。お前、屋上のあの電話、気にしてただろ。そう、モックスずっと気にしてたよ。ああ。大丈夫だ。俺はイギリスのランチプレートじゃなくて、蕎麦がいいって改めて分かったし。あ、食事で決めたんや。そう、蕎麦。そう。やっぱ俺にはこっちの味が一番だ。え、りょうたさ、イギリス帰ったりしない？え、大丈夫？なんかそういうこと言うと、なんかフラグ立ててるからやめて。りょうたくん、やっぱりご両親にイギリスに戻るように言われてるのかな。そうやんね。なんかそんな感じする。それを今拒んでるけど、こいつ最終的に戻りそう。こいつ、戻りそう。じゃ、電話するか。で、待って待って。一回戻って。今の、星座占いはいかがだろうか。
調子？一回いいに決まってる。花火誘うか。いけるかな。と星座占いに左右されとるとこあるけんさ。いけるかな。不安になってきた。花火に行きたいんだけども。8月6日の花火大会行かない？ああ、よかったー、よかったよ、ほんと。嘘ついてどうするんだよ。いいじゃん、以心伝心。19。じゃあ8月6日に羽ばたき駅で待ってるね。ああ、気をつけてくること。わかったな。はーい、もう大丈夫だよ。りょうたくんこそ気をつけてね。お前に心配されたら終わりだな。じゃあな。はーい。まあ、とりあえず今回は約束、花火大会3年目ね、最後の花火大会に取り付けたので、これは次回やろう。で、できればこの辺13、20あたり、まあ、11もかな、この辺で海に行けたらいいなとは思ってる。で、フリマね。ちょっとね、今回その亮太の結構深い部分を見てしまったので、そのイギリスに帰るんじゃないかって思ってきたから、ちょっと今寂しいんだけどもでもまあ亮太に決めさせよう。それに関してはモクスンがどうこういうことではないから。じゃあ夏休み入ったので、ラスト夏頑張ろう。イギリス帰るんかな。